皆さんこんばんは、たちこです。今日のニュースは、立憲民主党が婚姻平等法を衆院に提出しまして、まあ、父や母ではなく親一親二にして、まあ、日本を破壊しようとしているということで、まあ、それについてね、見ていきます。記事がこちらで、婚姻平等法を衆院に提出ということで、立憲民主党は6日、同性婚を法制化し、婚姻の平等を実現するための婚姻平等法を衆議院に提出しました。日本では同性カップルの婚姻が認められていないため、パートナーの死に目に会えず、遺言がないと相続もできない。パートナーが急病でも病室に入れない。手術の同意ができない。パートナーが外国籍の場合、異性カップルには認められる在留資格が認められないなど、同性カップルは様々な困難に直面します。また、そもそもパートナーとして選んだ人の性別によって結婚ができないのは差別に他なりません。 G7 で同性カップルに法的な保障がないのは日本だけです。はい、まあ、いつものことですけど、まあ、ほんとこの人たちってポンコツですよね。というか、これさすがに頭悪すぎませんかね。だってこの法案を提出した理由が G7 と足並みを揃えるためですからね。日本社会や社会構造を変える話を、これ G7 を基準にして日本もやるべきって、立憲民主党がどれだけ日本人のことを考えてないかが、まあ、よくわかりますよ。まあ、当たり前の話ですけど、欧米と日本では文化も違えば大事にしているものも違うわけですし、まあ、宗教観だったり家族観もこれ何もかもが違うわけなので、日本にとって、そして日本人にとって一番何がいいかを考える、まあ、そんなの小学生でもわかるでしょうと、まあ、そういったところを無視して、海外がこうだから日本もそうすべきって言っちゃうあたり、まあ、やっぱりポンコツ手段ですね。というか、これ日本人を基準に考えていないということは、日本人を貶めて日本社会を壊そうということですから、これまさに共産党と同じ考えですし、まあ、こんなのただの反日集団でしょうと。まあ、なので、まあ、どれだけ自民党がダメだとしても、まあ、立憲と共産党、もうこの二つだけは絶対に選んじゃダメだということですね。はい。婚姻平等法は、性的指向や性自認によらず、すべての人に婚姻の権利を保障するものです。法案の内容は、民法を改正して、同性の当事者間でも婚姻が成立することを明らかにすること、同性カップルも養子縁組ができるようにすること、男女のカップルを前提とした夫婦、父母などの文言を婚姻の当事者、親などと変更することなどを定めています。はい、もうここが最もやばい部分ですね。まあ、この男女のカップルを前提とした夫婦、父母などの文言を婚姻の当事者、親などと変更することなどを定めていますってありますけど、まあ、つまり立憲民主党はお母さんお父さんではなく親1、親2にしようとしてるわけですよ。まあ、これはね、完全に日本文化、日本社会の破壊ですからね。これについて桜井よしこさんは X で、立憲民主党がとんでもない民法改正法案を提出しました。婚姻平等法案です。性の区別をなくし、父も母も親一親二とするそうです。家族のあり方が崩壊し、バラバラの個人の集合体のような国になりかねません。こんな日本を誰が望んでいるでしょうか？ということで、まあ、本当その通りですよね。まあ、誰も望んでないですし、まあ、望んでるとすれば、まあ、それは日本を破壊したい人たちだけですよ。はい。で、これに対して、立憲の泉代表は、桜井よしこさん、誤った情報発信はよくありません。立憲民主党の婚姻平等法には、親一親二なんという表現は全くない。するそうですではないのです。訂正されませんか？ということで、まあ、親一じゃなくて、婚姻の当事者と親って書いてあるでしょ？だから、親一というのは間違いですっていう、まあ、まさかそういうことじゃないですよね。いや、もしそうなんだとしたら、親と親一の違いをぜひ教えてもらいたいですね。はい。まあ、どう見ても同じですからね。そしてこれ面白いのが、この投稿の次の日に泉代表はこんな投稿をしています。今日は母の日。我が母、子供たちの母、すべてのお母さん、ありがとう。はい、なんか笑っちゃいますよね。親じゃないんかいっていうね。まあ、コメント欄でも、親の日じゃないんですかって突っ込まれてました。まあさすがポンコツ集団の代表ですよ。まあ、ただこれまずいと焦ったのか、今度は、立憲民主党の婚姻平等法案で、親一親二となるという誤情報が拡散されています。皆様、どうか変な情報に騙されませんように。父や母が世の中で使えなくなるというのも完全に誤り、意図的に拡散している人が誰なのかよく見極めましょうと、マイクスにポストしていますね。まあ、ただ、この指摘も完全にずれてますし、まあ、そこじゃないだろうっていうね。まあ、それに使えなくなるは誤りって、本当にそうかって話で、まあ、実際に法律で明記されれば、メディアはどう動くと思いますか？まあ、今のメディアは、まあ、女優さんのことを俳優と紹介しているように、これ意図的にお母さんお父さんって言葉を使わなくなる可能性は、まあ、非常に高いですよ。これ他にも法律に明記されるということは、教科書にも当事者、親って言葉しか使われなくなる可能性もありますし、まあそれ以外の場面でも拡大解釈されて、おかしな方向に行く可能性はこれ十分考えられます。
そうすると、これまた変な雰囲気を作られて、親って言わない奴は差別主義者だとか、変な奴とか、まあ、多様性がない奴だって攻撃して、まあ、また新たな分断が生まれますからね。まあそうなったら、まあ、誰が得するかって、まあそれ共産主義者ですよ。まああの人たちはいつでも日本人の団結力を壊したいと思ってる人たちなので、まあ、今回のような分断が生むようなことをまあいろいろやってますからね。まあそれを立憲が後押ししてるような形になっているので、まあまさにこれ立憲共産党ですよ。で、まあこれ立憲民主党は法律は変わるが呼び方だったり、まあ、実態としては今まで通りですって言ってますけど、まあこれもめちゃくちゃ危険ですよ。まあ、特に今の日本という国は、やっぱりやめますっていうのを、まあ、ずっと続けてきているわけなので、まあ、これを作った時は大丈夫、問題ないと言っておきながら、まあ、みんなが忘れた頃に、やっぱりやめますと。まあ、これからは、親一親二です。だって法律に書いてあるからっていうふうに、まあそういうふうにならないとは言い切れませんからね。まあ、なので、法律ではそうなってるけど、実態が違いますよっていうのは、まあかなり危険だということです。まあそれに、このいきなり変えるのは大変だから、じわじわ少しずつ変えていくってやり方も、まさに共産主義者のやり方ですので、まあ、甘く見てると、どんどん侵食されちゃいますからね。はい。で、重要なのは、これ何回も言いますけど、まあ、日本や日本人にとって、これなぜこれが必要なのかですよ。まあ、それを言わずに、文言は使えるから大丈夫とか、まあ、何も変わらないって、これ論点ずらして、まあ、根本的な問題から目をそらさせようとしてくれてるので、まあ、さらに立ちが悪いですね。はい。まあ、そう考えると、本当立憲民主党って、まあ、とてつもなくやばい政党ですよ。で、これ改めてね、これ一番最初のこの法案を通したい理由を見てみても、法律を変えるほどの理由が一つもないんですよね。まあ例えば一番最初の死に目に会えず相続もできないって部分ですけど、これ別に法律変えなくても解決できますからね。まあここにも書いてありますけど、遺書があれば相続できるので、まあ書けばいいでしょって話ですし、あと死に目に会えずって別に法律に書いてあるわけじゃなく、まあただの病院が決めてるルールなので、まあ、なんでその解決に法改正がいるんだって話ですよ。まあ、全くもって必要ない問題です。まあ、病院側としては個人情報保護法の個人データを第三者に提供してはならないことを理由に、まあこういう風になってるようですけど、まあこれについては本人の同意を得ない場合なので、まあ、逆に言えば同意があればこれも解決するわけです。まあ、なので、これも遺書と同じように、まあ例えばパートナーを受診に立ち会わせて、まあ意識がもしない時はその人に代託を得てほしいと、まあそういう感じで自己決定しておいて、まあ書面に残しておけば、まあ普通に対応できるので、まあ、わざわざ法律を変える必要はないでしょうと。まあ、なので政府がやるべきは、まあそういういろんなやり方があるので、そのやり方をレクチャーしたり、その方法を周知させることであって、国家の根幹である家族観を変えることではないです。まあそれをするほどの危機でもなければ、まあ問題も何も存在しないわけなのでね。そして最後の部分も、まあ、外国人の味方をする議員がいる立憲民主党らしいですけど、パートナーが外国籍の場合、異性カップルには認められる在留資格が認められないなど、同性カップルは様々な困難に直面します。というこの部分ですね。まあ、この理由は一番意味不明すぎますよ。だってこれ、なんでたかだか外国人の在留資格のために、日本の根幹である家族間のルールを変えるんだって話ですよ。全くもって関係ないだろうっていうね。まあ、むしろ、日本人より外国人の在留資格の方が大事なんかって話ですよ。まあ、そう考えると、この人たちってマジでやばいですよ。だってこれだけ見ると、普通に新たな在留資格を作って、さらなる移民利権を拡大したいっていうだけにしか聞こえませんからね。はい。まあ、ざっと見てもこんな感じで、全く法改正する理由が見つかりませんよね。まあ、こんな党が野党第一党って、まあ、ほんと勘弁してほしいです。はい。まあ、今はね、自民党批判が多いですから、まあ、そんな中で隠れてますけど、ほんと立憲民主党と共産党だけはね、これ絶対にダメです。まあ、それだけはね、確実ですね。はい。ということでね。今回以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。